はい、サイモックンです。本日ご紹介していくのはこちら、タムロンの 18mm300mmF3.5-6.3 9月24日発売のこちらのレンズを先行レビューしていきたいと思います。うわー、やば、美しい。これ最短どうなってんの。うわ、スレスレ。ほ、今手ブレ補正の機器を見るために。手ブレ補正は効いてそうな感じですか。やばいよ、買っちゃうよこれ。どうしよう。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、今回ですね、タムロンさんから 18mm300mmF3.5-6.3 こちらのレンズをね、先行でお借りできたのでレビューしていこうかなと思います。そしてゲストにホーリーさんが来ております。ホーリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ皆さん、沖縄でフリーランスカメラマンやってますホーリーです。よろしくお願いします。あれ、ホーリーさん、サンスタの時と違ってなんかちょっと大人しい感じになってません？大人になった大人になった大人になった時を経て。ホーリーさんはですね、今車中泊のねチャンネルをやってて、今から新展開してね、はい、沖縄紹介系とかグルメとかいろいろやっていこうかなっていうところで、なんでホーリーさんをねゲストにお呼びしたかというと、今回のこちらのレンズね、すごいですよ。 18mm から300mm、 シカバス、しかも APS-C 用ってことは、これは換算だとどれぐらいいくんだ。 27mm から450mm をカバーするわけなんですよ。半端ねえな、1本で1本で。でホーリーさんの車中泊のチャンネルだと、うん、結構車中泊しながら沖縄の風景撮ったりとか、うん、あとグルメ撮ったりとかするでしょ。します。っていうところで、これだけねカバー範囲があったらめちゃめちゃいいんじゃないかなと思って。助かるよ。ホーリーさんのね普段やってる感じのこのね、うん、アウトドアとか車中泊とかを一緒にねついてきながら、これ一本で今日はいろいろ取り切ろうかなっていうことでお呼びしました、うん、あ、嬉しいまあ多分ねこれ終わっちゃう頃にホーリーさん欲しくなってるかなと思うんですけれども、今欲しいです早い今から早速ね外にこれ一本でいろいろ取りに行くんですけれども、簡単なねスペック紹介だけしてね取りに行きましょうか。はい、改めまして、今回タムロン 18mm300mmF3.5-6.3DI3AVC-VXD ということで、こちらのレンズをね先行レビューさせていただこうと思うんですけれども、こちらのレンズね、なんといってもホーリーさん、はい、18mm から300mm の焦点距離をカバーするということで、助かるよこれ。やばいでしょ。 APS-C でねこの 300mm までカバーしてるっていうのは非常にメリットが大きいかなと思うんですけれども、レンズ構成がですね15mm の19枚、最短撮影距離がワイド側で 0.15 なんですよ。めっちゃ寄れる近さやで、ビビるのがこの 300mm のところでも 0.99 なので、かなり寄れます、テレ側でも。でなんといっても最近のタムロンさん、堀さん見て、フィルター系これ 67mm だわけさ、うん、で最近のタムロンは 67mm で統一してるので、フィルターがね、うわー助かる、そう使い回しできるということで非常に嬉しいですよね、うんうん、絞りバネは7枚ですね。でホーリーさん、気になるのがお値段と思うんですけれども、じゃあ予想で、はー15万。15万、これだけ便利だからね、うん、もっと安いんですよ。はじゃあ、あと一発いきましょうか。3万5000。いや安すぎだろみんな買うわ、タムロン潰れるわ 3本ぐらい買うわまあ冗談はさておき、希望小売価格が96,800円税込みということで、安っ、10万円切ってるんですよね。しかばす、はい、こんな感じのタムロンの最新レンズなんですけれども、今日はこちらのレンズでね、いろいろホーリーさんと取り歩いてみようかなと
思います。はい、というわけで簡単にねスペック紹介していったわけなんですけれども、はい、これだけ見てもねすでにもう別に検証する前から欲しくなるようなレンズだと思うんですけど、もう持って帰りたいです。堀さんどう思ってみて。本当になんかボディよりも軽い、うん、軽いっすよね。重さがですねなんとなんと 620g 620g 通りで軽いわけだわ本当に、うん、こんだけカバー範囲が長くて 620g ということで APS-C のこの組み合わせでもそこまで負担ないですよね、うん、1本で済むって考えたらねカバンのスペースこんだけしか使わないわけですから最高です。工事が始まりましたね。よし、というわけで行ってみましょう。ちょうどいいレッツゴーゴー。いいタイミングだね。はい、てなわけでね今池江島っていうところにね来ました、はい、結構遠くまで来ましたね。ね、遠かったね。まあ、せっかくのねこのタムロンのレンズやっぱね綺麗な景色で試したいっていうところなんですけども、ちょっとね先ほど雨降ってましたね。まあでもなんとかちょっと雨上がってくれて、まあ雲多いんですけれども晴れ間も見えたりとかするので早速ねこのレンズで撮っていきましょう。楽しみ。めっちゃ棒読みのタネ。よくあマジカメラ目線苦手だから。ああどうも。ご了承ください。棒読みでいきます。いきますか。あの植物のざわわしてるもう遠いやつをテレタンぐらいでボケボケのトロットロにしてほしいですね。植物を取ればいいんだよね。そうそう、タイヤの横の植物です。それがまた遠いんだわ。堀さんもサトウキビの中に入って。あれハブに噛まれないでね。すごいボケますね。タムロンの最近の描写って、まあボケのタムロンってね定評はあったんですけど、最近すごいねよく映るし改造しますよね。めっちゃいいな。細かいよね。これ買うなホーリーさん。やばいよ。買っちゃうよこれ。どうしよう。早速なんですけれども。300ミリ、ね、までカバーしてるのでホーリーさんにね試してもらいたいものがあるんですよ。なんでさっきね僕ね、うん、めっちゃ向こうに地層がねなんか土砂崩れかわかんないですけど削れた跡があって、あそこねちょっと望遠で抜いたら面白いんじゃないかなと思ってて、ちょっと撮ってみてほしいんですよね。オッケー。もう本当にこの辺のやつですね。おすごいね。テレタンだったらさもうなんかすごい寄りだよ。18ミリ100ミリ200ミリガシャン。どうした。死にかゆい。ガジャンっていうのはね沖縄の方言で蚊ですね。パスタどこにでもいるよ。虫除けスプレー必須ですよ。じゃあ続きまして300いきます。テレタンですね。テレタンついに、はい、来ました。来ました。はい、はい、てなわけでねいろいろ画角を変えて試してみたわけなんですけれども、はい、早速皆さんと一緒に見ていきましょうか。はい、僕も楽しみだな。まずは18から追って300に行きたいと思います、はい、それでは行きます。まずは18ミリ。はい。おお、いいですね。サトウキビを前傾に入れて。ドーンと入ってね。ドーンと入って。これ広角使えるのすごいですね。まだ瓦礫。そうですね。全然。遠いですね。遠いですね。次が100ミリ。100ミリ。あ、100ミリまで行くとちょっとぐっと寄った感じがありますね。結構寄った感すごいね。うんうんうん、200ミリ、おお結構寄れた。200ミリまで行くと結構すごい、なんか地層の感じが見えてきましたね、ぐっと。じゃあ続いて。続きましてテレタン。テレタンいきます。せーの。おお、すごい。こんなに寄れるんか。すごい。すごい。肉眼で見てもめちゃめちゃ寄ってるね。ちょっとね、今つけてるの広角なんですけど、広角で見たらこんななんですよ。なんですけど、このねテレタンで見るとこんな感じになると。うわ。すごいですねこれ。ホーリーさんすでにさこれ1本あったらさ本当に広角からさ望遠までさ何でもいけちゃうからやばいね。これ1本でいいわ。今
今手ブレ補正の機器を見るために50分の1にしてちょっと見てもらおうと思います。お、手ブレ補正は効いてそうな感じですか？うん、効いてそうですね。これは普通結構ね、300とかまでするとめっちゃグワングワン揺れると思うと、どんだけ固めて取っててもね、結構補正抑えられてそうですね、取ったら。うん、どうでしょう、なんか自然なブレというかね、補正効いてるっすよね、滑らかに。うん、そうすると、あ、今もしかしてあれですか、ザワワ撮ってます？そう、いいですね、ザワワの雰囲気がちょうど滑らかな手ブレっていうか、いいですね、すごく絵になってます。24フレームですか？はい。お、いいですね。ホーリーさん、もうあの、なんだろう、うっとりしすぎてもうずっと眺めてるじゃないですか。本当だ、うん、もうこれだけで10分いっちゃう。めちゃめちゃ見とれてました。めちゃめちゃ見とれてた。佐藤君の畑に。とした秘境のビーチに行きますよ、ホーリーさん。楽しみ。楽しみっすね。どんなところかね。めっちゃワクワクする場所です。ちょっとね、道が狭いですけど、いやー、でもワクワクするレンズね、本当にさ、なんか余計な荷物もなくなるし、撮影に集中できるね。で、旅にも集中できるし、なんかレンズ1本でいいって考えたらさ、楽しめるっすよね。こいつを左です。どん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 道が狭くなってきたね。もう行かない秘境みたいになってる。おお、来た来た来た。これか。どんどん田舎道になってくる。ここもいい雰囲気、すごく。道悪。はい、到着しました。はい、こんな感じで宮城島のねビーチにやってきたんですけれども、ここはね本当にめっちゃ自然なのよ。ここ海だけじゃなくて、なんか山とか緑とかもあるので、ちょっともうね、時間で言うともう6時になった？なりましたね。もう夕方でね、ちょっと光も少なくなってきたんですけれども、まあ、夕方のね残り日の感じでちょっと撮っていこうかなと思います。懐かしいな、こんな畑道。全然懐かしくないですよね。絶対昨日とか行きましたよ。確かに行きましたね。さあ、ビーチが目の前にやってきました。結構ね風があるんですけれども、どうでしょうか。今日はねロードのワイヤレスGO2をつけてモフモフつけてるんですけど、音声いかがでしょうかね。で、望遠まで使えると部分的に、ね、断片的に青空の絵を切り抜いたりとか、いろいろ選択できるのでいいですよね。じゃあホーリーさん、いろいろ撮ってみましょうか。はい、オッケー。ここね、岩と岩の間からね海の窓があったりとかして、いろいろ面白いんですよ。あそこも普通だったらもう濡れるんですけど、望遠にしたらいけるじゃないですか。うんうん、なんか望遠でしか撮れないで撮りたいね。うん、よし、やっていきましょう。向こうの雲がいい感じにモクモク、向こうだけ光ってるので、ちょっとやっぱね、換算450mm付近だからこそ撮れる。絞りはね F10 まで絞ってます。グッと絞った方が全体的に解像するので、 F10 まで絞り込んでテレタンで撮ってるって感じですね。で、これ使ってみて思ったんですけど、テレタン側結構手ブレ補正、さっきのホーリーさんもそうなんですけど効いてますね。うん、結構こんな感じで体勢きつい感じで撮ってたんですけど、なんだろう、スチールでもこの手ブレ補正がテレタン側でだいぶ効いてきますね。普通なら手ブレしちゃってもおかしくないと思うんですけど、全然いけちゃいます。今ね、サップを漕いでる人たちがいるんですけど、あの雲とちょっと重ねて撮ってみようと思います。こういう時ズームレンズってシャッターチャンス逃さないからいいですよね。レンズ交換してたらこういうの間に合わないですからね。その点助かるね。助かりますね、こういうとこだよな。しかもこの換算 450mm の威力すごいすごい。圧縮がだいぶ効くんで、雲がねダイナミックに迫ってくるような表現が撮れますね。ちなみに 18mm だったらどんな感じかも撮っときましょうか。あそこの岩に、岩と岩が交差して窓みたいになってるんですけど、満ちてて歩けないんですよ。だけど
テレタン側だったらいけると思うんで、せっかくなんでね、このレンズでしか撮れないものをやっていこうかなと思います。こんな感じでフラフラ持ってても本当に疲れないですね。めちゃめちゃこのサイズ感いいと思う。今カメラバッグ今日珍しく持ってきてないですもん僕。あそこなんですけど、もう満ちてるんですけどね、岩と岩が重なってて窓みたいになってるんですよ。あそこを抜いてみようかなと思います。わあ楽々っすね。うん、楽々。あそこのなんかこの断崖絶壁みたいなこの岩の感じ、岩肌を撮ってみようかなと思います。絞りは F5 ぐらいにしましょうか。ホーリーさんがさっき唸ってたのが分かりましたよ。めちゃめちゃすごいね。すごいよね、本当にすごい。もうなんかこの距離ぐらいだったら、400ミリだったら寄れすぎて何撮ってるか分からんから、200ミリぐらいかな。何がすごいかって、今結構暗くなってきてるじゃないですか。もう時間的に言うと何時ですか、もう6時20分なんですよ。実際ね、カメラが明るく設定してるからなんですけど、実際ちょっと暗いんですね。でシャッタースピード今200ミリで、160分の1で切ってたんですけど、ブレてないですね。まあもちろん脇固めてしっかり撮ってるのもあるんですけど、手ブレ補正も効いてきてるなっていうのをすごい感じます。じゃあホーリーさん、はい、せっかくのね沖縄の海に来たんですけど、僕がやりたかったのは、うん、この海ねゴミがいっぱい捨てられてるんですよ。なんですけど、ね、このタムロンのレンズの表現力の幅があれば、このゴミすらいろいろレパートリー撮れるんじゃないかなと思ってて、わざわざこんなとこに来たんですけど、ゴミ取りに来ましたということで、今からこのタムロンのね表現力見ていこうと思いますね。さっきまで絞ってばっかりなんで F3.5 で撮ります。 F3.5 でドラム缶ピンでいきます。はい、こんな感じ。ホーリーさん、はい、このレンズ同じ 18mm でも、うん、異常なぐらい寄れるんですよ、うん、多分レンズキャップつけてたら無理。これ外します。タムロンさん、僕に先行レビューをお願いしたのが運の尽き。これはね攻めますよ僕は。寄れるので、せっかくなんでこの水とか撮ってみたら面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあでもちょっとここはね危ないと思うので、いやどれぐらいいけるんだろうな。ホーリーさん危なかったらストップかけてくださいねすごい責任。まだ寄れます、まだ寄れます。近い近い、まだ寄れます。まだいけそう、うん、まだギリギリ。画面だったらめっちゃ近いから怖いんだけど、まだいけそう。まだいける、まだいける。うわスレスレ、すごい。これぐらい切ります。でも本当はもっと寄れそうだね。まあ危ないのでこの辺にっていうぐらいね、本当に寄れるんですよワイド側で。ワイド側だけじゃなくて、今度テレタン側いきますね。テレタン側、これテレタン側でこの距離ですよ表現の幅すごい広いと思いません？だからこのレンズのポテンシャルって半端ないんですよ。やばいです。じゃあ次はテレタン側でこの岩をちょっとぼかしつつ、さっきのめっちゃ遠いあの雲、めっちゃあの遠い雲をぐわっと寄せてみますか。そうですね、あそこのねめっちゃ小さい雲でちょっと染まってね赤くなってるとこあるんですけど、この岩を前ボケにしてめっちゃ遠いあれを引き寄せてみましょうっていうことですね。じゃあそんなことがやってみましょう。できるのか、できると信じてますが、これ手ぶれする体勢でしかないよね。もう手ぶれ補正を信じて。ほっ、うわー綺麗、すごいね本当に。これだけの被写体でもすごい表現の幅がいっぱいあるんですよ。だからめちゃめちゃ面白いと思う。ほっ、これはね70ミリぐらい。基本近接ができるんで望遠側にしても寄れるし、すごいね使いやすいんですよ。はい、てな感じでね、このタムロンのレンズでねいろいろ撮っていったわけなんですけども、はい、ホーリーさんめっちゃいいねこれ。
本当あの、うん、なんていうの、よいしょなしで、よいしょなしでね、欲しい。ちょっと興奮して、うん、僕たち夢中になっちゃった部分あるんですけどだってさ、しかも正直今ね、本当にもう夕暮れの時間帯で、沖縄の海のコンディション的にはもうマックス低い状態なんですね今。それなのにこれだけの表現力引き出してくれるということで、本当にすごい。シンプルに焦点距離の幅だけじゃなくて、やっぱりテレタン側でもワイド側でももういくらでも寄れるっていうのがすごい。だってさ、もう水につきそうっていうか、まだまだ寄れそうな気がしたもん。ホーリーさんね、YouTube チャンネルとかで、まあ、沖縄を旅したりとか車中泊したりとかしてるんですけど、本当にね、レンズ1本で身軽にね、旅に集中できるんじゃないかな。それ僕いいですか、感想いいですか。感想お願いします。本当にそれなんですよ僕あの写真も風景いっぱい撮るし、動画もいっぱい撮るので、よりも必要なんですよ、望遠。だけど車の中って狭いので、うんうん、そうだよね、あのワイドに撮りたいんですよ、うん、それが叶うなこれと思って、最初スタートの時からもう本当欲しいと思ってしかもさ、僕がホーリーさんをお声かけしたの、はい、あの B ロールとか、うん、あの見てるんですけど、うん、ほら車中泊しながらあのなんか料理作るシーンとかさ撮ってるんですよ、ムービー。あれとかでめっちゃいいのよ、この寄れるから。それはだから本当に車の車内でも、うわピント合わないとか、寄れる寄れない問題気にせず、1本でね、ワイドから望遠までいけるってことで、これね、タムロンさん、いいレンズ作っちゃったなって感じなんですけど。値段もよ。値段ね、値段びっくりだね、これ。あ、ちょっと暗くなってきたから、歩きながら話しますか。いや、値段もなんですよ。もうちょっと、タムロンさんのね、先行レベルなのに、こんな感じで、ゆるい感じでもうやっていくんですけど、ガチでちょっと感動したので、もう雑談スタイルでね。帰りながら軽いのが本当にいいよね。 APS-C だとやっぱり望遠が強いじゃないですか。その利点もねしっかり活かしつつの、その便利ズームですね。でこれ富士フイルムのね X マウントもあるんですよすごいんだけど、富士フイルムのユーザーとか結構待ってた方多いと思うんですよね、マックスマウント参入ね。はい、こんな感じで今日は先行レビューのねタムロンの18300を紹介させていただきました。楽しかったよ、いいなと思ってくれた方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そしてねホーリーさんのチャンネルね、あと沖縄をいろんなね景色を紹介したりグルメを紹介してたりするので、ぜひね概要欄貼ってるので飛んでてみてください。そしてねタムロンさんのリンクも貼っているのでぜひ見てください。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。